J2 リーグ第17節栃木が千葉を迎えての一戦、試合を振り返ります。前半の31分、千葉です。まあ、なかなかシュート打てなかった千葉、これがファーストシュートでした。そうですね、まあ、形的にはね、あの田代選手が上がってフリーでもらってる前向けたんでね、この唯一のシュートっていう感じでしたけどもね。一方栃木は36分です。まあ、ここボールをカットした枝村が右に展開して西谷優輝のシュートでした。これはね、本当に何度も言ってますけど、枝村選手がよく見てましたよね。ファーストこのパス、ファーストパス素晴らしくていい形だったんですけどね、ちょっとゴールキーパーの真正面に行ってしまいましたね。0対0で後半に入りました。47分、フリーキックのチャンスを得た栃木、枝村からファーで森下がヘッドしましたが、うまく当たりませんでした。ニアに行きかけて裏に行ったシーンでしたけどね、少しあの高さ的に足りなかったですかね。その直後千葉の攻撃です。船山運んで右の堀米、右足ではない、右足のシュートは枠の外でした。まあ、左に、ね、熊谷選手もフリーでいたんですよね。でそこでも堀米選手の本に出すっていうシーンですね。お互いゴールを狙いましたが、結局得点できず0対0のスコアレスドローという結果になりました。板杉創業100周年